こんにちは、ももかです。はい、ということで皆様、もうすぐ夏休みですけども、いかがお過ごしでしょうか。私ももかは本当もう夏休み、本当もう前日ぐらいの勢いなんですけども、めちゃめちゃドキドキワクワクしております。ということで今回は夏休み直前の私ももかの一日ということで、まあ、今日別に学校もなくお休みなので、まあ、ちょっと一日お届けしたいと思います。それでは行ってみよう。ということで、ちょっとまあお気づきの方はいるかもしれないんですけど、私ももが今日声枯れてるんですよね。まあね、あんま分かんないほど、そんなガラッガラに枯れてるわけじゃないので、まあ、いつも動画見てくださってる方でもしかしたら気づいてくれる方いるかもしれないぐらいなんですけど、ちょっと声が出にくいって感じで、なんでかっていうと、私の高校が最近期末で、まあ、最近って言ってもまあ前なんだけど、期末テストがあって、その期末テストの後に期末テスト休みみたいなテスト休みがあるんですよ。なのでその期末テストの後の休みということで、あの昨日ですね、私友達とあの人生初サマーランド行ってきました。はい、プールだね、ウォーターパーク的なやつね、八王子にあるやつなんですけど、はい、私ね初めてなんだよね。ずっと行きたかったんだけど、せっかくだし友達と行こうよって言って、で夏休み入ったらめちゃめちゃ混むっぽいから、だったらその夏休みのちょっと前のテスト休みに行こっかってことで行ったんですけど、もう超楽しかった。もうそれのせいで声枯れてるんですけど、もうオープン1時間前ぐらいからさ並んで、めっちゃ前の方で陣取って入ってみたいな。で、あの4時半ぐらいに確か終わりだったんですけど、4時ぐらいまでいて、もう1日ぶっ通しで遊びました。超楽しかった。まあ、私的にもね、その本当は動画とかも撮りたかったんですけど、なんかプールってあんま撮れる感じじゃないのでさすがに撮ってこれなかったので、まあ、写真は何枚か撮ったので、またインスタでも近々上げようかなっていう感じですね。でもね、私ちょうどテスト休みで平日だったのですごい空いてました。まあ、ガラッガラって感じでもなかったんだけど、まあ、同じようにテスト休みの学生さんかなっていう人とか、まあ、中学生かなってぐらいの子とかがいた感じで、でもめっちゃやっぱ友達、あのサマーランド行ったことある友達曰く結構空いてるって言ってました。めちゃめちゃ楽しみましたね。天気がね、最初曇りってなってて若干不安だったんですよ。曇りで寒くて凍え死んだらどうしようとか思ってたんだけど、結局なんか最初は曇ってたけど、どんどん日が出てきて最終的にめちゃ暑ってなって、でちょっと一瞬また雨降ってみたいな、でまた晴れてみたいな感じの天気で、すごい楽しみましたね。ということで本日は、まあ、今お昼ぐらいなんですけど、1時からちょっと渋谷であのお仕事の打ち合わせがあるので、それに向かっております。とりあえずそこに向かいたいと思います。ということで今ですね、打ち合わせの場所にもうすぐ着くので、とりあえず打ち合わせ行ってきたいと思います。行ってきます。ということで今打ち合わせ終わりました。はい、もうね、なかなか初めて、実際会ってお話しするの初めてだったんですけど、めちゃめちゃいい人たちですごい安心したっていうか、すごい、まあ、まだ詳しくは言えないんですけど、これからちょっといろいろ進むので、ぜひ皆さんもお楽しみにって感じですね。はい、いつか情報解禁できるのが楽しみです。人生初のマムズタッチ、あのマムズタッチですね。結構似合ってるっぽいけど。ということで念願のマムズタッチ注文しました。私はハニーガーリックサイバーガー、これすごいのが全部チキンなんだ。で店員さんも韓国の方でびっくりした。あとチーズボールとこのポテト、美味しそう。でパティはこのチーズサイバーガー。じゃあ念願のいただきます。いただきます。このポテトめっちゃなんか味付いてて美味しそう。あ、うまっ。ちょっと温めるときにチーズボールっていい、ちょっとスパイシーな感じだ。このチーズボールが伸びるか、美味しそう。いただきます。うんうんうん、これ絶対伸びるよこれ。
なんかめっちゃ柔らかい。うん。でネイガンのバーガーもめちゃめちゃ美味しそう。結構ボリューミー。わー、バリ匂い。韓国ナンバーワンだって。めっちゃチキン。いただきます。うん。うん。あれ？あっというか。あ、めちゃめちゃチキン美味しい。パリパリ、カリッカリだ。サイドメニューにもチキンってあったんだけど、この1個のハンバーガーに結構デカめのチキン入ってるから、サイドメニューで買ったら意外とお腹いっぱいになるかも。ほんで意外と辛めだね、ガーリックだから美味しい。でもめっちゃ食べにくいチキン。うん、うまっ。マジ一昨日とかに韓国行ったのにまた韓国バーガー食べてるっていう。でもね、韓国でずっと食べたかった BHC チキン食べれなかったから、一応韓国チキンは食べれたからよかった。ゆっくりいただきます。ということで今マムズたち食べてきました。めちゃめちゃ今日平日なのにすごい混んでてびっくりしました。学生もだいぶ多め。ということで今結構遅めのねお昼をいただきまして、車に乗って移動中でございます。でちょっと今日は打ち合わせプラス、あと試写会、映画の試写会に招待していただいたので、今からそちらの方に向かいたいと思います。試写会が有楽町の方でね行われるんですけど、ちょっとまだ時間が夕方からで時間がまだあるので、ちょっとその間にうちの方でコスメを買い物したりとかちょっとしたいと思います。本当ね、もう最近改めて思うけど、日本はもうほぼ観光客が多い。ほぼ観光客ですね。特に平日だから観光客が目立ちますね。ということで今丸井に来ました。ちょっとねコスメがねちょっと欲しいのでコスメ探します。マジで今日暑すぎるから室内これってだいぶでかい。ということでちょっとさっきね丸い行ったんですけど、ちょっとあんま何もなかったので、またちょっと別のところ向かいたいと思います。まだ意外と時間があるのでね、ちょっと潰さないと映画館がね早すぎちゃうという、ちょっとね変な時間帯だったんだよね今日の2つが。まだあと1時間ぐらいあるのでちょっと潰します。ということで今暑すぎたのでタリーズに避難してきました。なんかこれ新しいやつだよね絶対。メロンヨーグルトスワークみたいな、めちゃめちゃ美味しそうな。もう暑すぎたからとりあえず涼めそうなやつを探したらこちらに巡り合いました。なんかすごいのがバニラアイストッピングとか、アイストッピングできるんだ。アイストッピングしました。これだけで食べたい。一回味見。いただきます。マジでうまい。でなんか今室内じゃなくてイートイン用のコップがなんかなんだっけ、もう品切れっていうか今足りなくて、テイクアウト用のやつでお渡しするでもいいですかって言ってたから、別にそういう、まあ、不正をしてるわけではないです。ヨーグルトちゃんと混ぜないとこれあれです。アイスをさ溶かしてほしくないの。うまっ、ガチメロンの味してるよ。あ、ヨーグルトもいい感じ、超涼まります。今タリーズでお茶し終わって、ちょっとね近くのお店プラプラ見てたら、見てコーラグミ、これがセールになってんだけど、でなんと10袋入りの箱が400円になってんだけど、元値2000円だよ。これゲットするしかないでしょ。てかなんならちっちゃい袋もね売ってんだけど、小分けで1袋48円で売ってる。これ買うしかないでしょ。で友達になんならあげてもいいしね。ということで今試写室に到着いたしました。はい、今回見るのこちら、もしも徳川家康が総理大臣になったらですね。はい、これめちゃめちゃ私も気になってたので超楽しみです。はい、じゃあ行ってきます。ということで、なんと今ここ試写会室着いて、席に着いたらなんと隣にあれ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 あちゃんいました。マジで謎すぎて、なんでいるの本当に。こっちが聞きたい。あなた韓国いたんじゃない。そう、韓国行ってきました。あ、にゃせ、あ、見てきた。はい、ということで、はい、今ですね動画は1ミリも撮ってなかったんですけども、はい、2人で、せっかく会ったしということで、夜ご飯だけ食べてきました。まあ、夜ご飯と言いますか、なんていうか、つまみというか、そうで、夜食みたいな感じでしたね。本当にピザ食べて、の後になんかプリン乗せちゃったみたいな。プリン乗せたのみたいなの食べてて、あとパンケーキ食べて、はい、今感じですね。はい、どこで食べてましたっけ。なんと、こちら。キュンです。キュンです。何時
までやってるんでしたっけ、これ29時までやっております。働きすぎです。本当に皆さんやってください。本当に、はい、ということで大満足でした。楽しかった。また会おうね、はい、またね。ちょっと絶対会うから。逆にちょっと今まで会えてなかったからいっぱい話しました。本当に楽しかったです、はい、また話しましょう。うん、ありがとう。じゃあね、バイバイ。おやすみ。ちゃんと寝るんだよ。あなたもね。チャンネル登録してね。ということで今ですね、映画の試写会も無事終わり、ひまちゃんとご飯も食べれ、もう最高でしたね。はい、まさか今日こんな素敵な一日になるとは思いませんでしたけど、もうほんと今日ひまちゃん来るとか一言も何も知らずにたまたま会った感じだったので、すごい嬉しかったです。久々にいろいろ話せたし、だいぶ良かったですね。はい、ということで今回は私ももかの夏休み直前のとある一日ということで、まあちょっと渋谷でとある打ち合わせからの映画試写会からのひまちゃんとご飯という一日をお届けしました。まあとある打ち合わせもまだね、詳しいことは言えないんですけども、まあまた近々、まあアパレル関係っていうのはもう多分ね、動画で気づいてくれた方は気づいてると思うんですけど、まあアパレル関係もそういうちょっとね、打ち合わせもしてきたので、また近々公開できるのが楽しみだなっていうのと、もしも徳川家康菅総理大臣になったらっていうね、映画をね見させてもらったんですけども、私的に最初日本史とかあんま得意なタイプではなかったので、なんかそういう人間でも楽しめるのかなってちょっとドキドキだったんですけども、ね、知らなくてもね全然楽しめる。これはでちゃんとその私でも分かる程度にこう説明も交えてくれつつ、そのちゃんと伝わるようになってるのですごく楽しめました。まあ、ちょっとあんまこれ以上喋ったらネタバレになりそうなのであれなんですけど、本当に難しいこと考えずに本当気持ちよく、もう私的に最後の終わり方まで完璧で、もう悔いなくって感じだったので、本当皆さんこれは見てほしいなって思いました。ということで今日はそんな一日の様子をお届けしました。それでは皆さんバイバーイ。ちなみに私の推しは徳川家康です。